だから早速しよっか。パール、うん、アセルカテビエコアセルカテ警報システムが故障したんだ。強力な電気干渉を検知した。こいつら用意周到だ。やっみんなを安全に保証。カウン estoy muy fuerte de verdad soy un peligro ahora mismo。 チャーリーも気をつけてください。やゼリーチャーリーと丈夫できたわよ。私もみんなを守る。はいはい。やっさあが多すぎる。中央制御台で眠ったままのオムニアム衛兵。Nos importa una mierda。La rifaste, Fernando。俺が丹精込めて整備したんだ。撤退し始めたわ。橋を守れ。やっ待ってろよ。本郷の守りは万全だ。だが今ラベンジャーどもが退去してシェルターの正門に向かっている。大橋を抜けてラベンジャーどもを一人残らず追い払うぞ。入り口のバリアが壊れているぞ。Eso sí me interesa, ¿eh?数がどんどん増えてるわ。¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí?
¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. ¡Eso fue muy fácil! ¡Kyotsukete! ¡Y así! ¡Se inicia la guerra! ¿Sharii の具合は？楽観はできない。サプレッサーの限界を無視してシールドを開いたことで体に過剰な負荷がかかった。臓器と大脳に損傷があるかもしれない。私が怪我の状態を確かめるまではむやみにシャーリーの体を動かさないで。シャーリーは大丈夫だよな？そうだろ？手は尽くす。ジーク、奴らはまだ完全に撤退したわけじゃない。引き返してこないといいけど。ジーク、ラベンジャーの方は私に任せて。Con eso hasta un hombre adulto puede llorar。Bichos、apestan。こいつは飛行船を自動追跡できるんだ。Estoy muy fuerte. De verdad, soy un peligro ahora mismo. ¡Diablo, señorita! Lo voy a hacer pedazos. Esta historia continuará de inmediato. ¡Ya! Debemos pelear y luego salir huyendo. Esto ya es un nivel, Maribel, que te cagas, hombre. ¿Sharii の具合は？サプレッサーの限界を無視してシールドを開いたせいでオムニアムの放射をもろに受けちまった。今んとこ薬で状態は安定してるが、危険な状態から抜け出せるかは
誰にもわからねえ。今シェルターはひどいありさまだ。倉庫の中身はラベンジャーに根こそぎ奪われた。俺とセリーンにはまだ後片付けが残ってる。今シャーリーの面倒を見てるのはジーク一人だ。彼女を見舞ってやれ。医務室にいるはずだ。Increíbles declaraciones, muy duras, la verdad. ジーク、シャーリーの様子はどう？ひとまず危機は脱した。だが楽観はできない。全部、俺のせいだ。治療法はあるの？シェルターには最低限の医療設備しかない。できることはもうすべてやり尽くした。セリーンがベンジスの友人に連絡して人手をよこしてくれるそうだ。俺もフランツに相談してみるつもりだ。情報通の彼ならいい治療法を知っているかもしれない。少しの間シャーリーの看病を頼めるか。すぐ戻る。Con honor hasta el final。さっきの話聞こえてた。お兄ちゃんフランツさんに会いに行ったのね。ねえ、私もう助からないのかな。Con eso hasta un hombre adulto puede llorar。ね、みんなに心配かけて。私、うん、なんでもない。ちょっとお腹が空いちゃった。食べ物を持ってきてくれない？何でもいい。お腹いっぱいになればそれで。ありがとうね。Una hora después。シャーリー、どこにいるの？あの体じゃ早く探さないと。Oh, por Dios!どうして外に出たの？ちょっと星が見たかっただけ。ごめんなさい。ほんの少しでいいから一人になりたかったの。小さい頃お兄ちゃんに連れられてここでよく星を見てたの。私はここ好きだな。平和で静かで嫌なことなんて一つもなかったようで。ずっと昔のままでいられたらいいのに。私、お兄ちゃんを悲しませたくなんてないのに。シャーリー、大丈夫？私、どうしたら。シャーリー！Oh, por Dios!Mate a Potter。 ごめんなさい、ジーク。私がちゃんと見ていれば。お前のせいじゃない。シャーリーの状況が予想よりはるかに深刻だったというだけ。俺の判断ミスだ。シャーリーの全身をくまなく検査したが予断を許さない状況だ。いつ何時悪化してもおかしくない。セリーンの友人が手伝いに来てくれるそうだ。だが到着は早くても明日になる。そんなに長くは待てない。悪いがもう一つ頼まれてくれないか。ある人物に会いに行ってほしい。その人なら妹を救えるかもしれない。アストラ島の北の海岸に今はもう使われていない実験室がある。そこに救援要請を届けてほしい。それとも、この件はシェルターのみんなには黙っていてくれ。悪いがその人物の正体は明かせない。こんなことを頼めるのはお前しかいないんだ。 Dos horas después。
はずっと前に廃棄されたみたいね。電子機器はまだ動いているの？このデータはタイムルインズ。座標の位置はシェルターのあたり。誰かの家に行くとき、いるかどうかをまず確かめた方がいい。ごめんなさい、伝言を預かってきただけで、見るつもりじゃ。それで、何をしに来た？ジークの妹が重傷を負ってしまったから、助けてもらえないかなって。それはこっちで処理する。他に用がないなら早く立ち去れ。え？あの…本当に助けてくれるのかしら。346 minutos más tarde。これパスタなプタヘンテ。これ犬を連れてくる。おきてを決めたのはあんただろう。俺が何とかする。シャーリーはモンスターじゃない。俺が。ちゃんと直すから。シャーリー、シャーリー。すぐに鎮静剤を。早く引き止めろ。セリー、急げ。Esta historia continuará. Se acabó.